子育てに失敗した私の話。姑が骨折してから要介護になり、同居して面倒を約20年面倒を見続けた。介護開始と下の子妊娠が同時期で、そのせいで長女はろくに構ってやれず、園の卒園式や小学校の入学式はもちろん参観日も一度も行けなかった。娘は小1から鍵っ子で、夏休みも家で一人なことが多かった。旦那は一度も介護も子育ても手伝わなかった。娘が21歳になって姑が亡くなった。49日も過ぎたあたりで、今度は私の父が倒れた。旦那に同期&介護したいと伝えたら渋られた。上の娘が就職を決めてから私の父と同居を開始。1年もせず、旦那が他人のいる生活なんか耐えられないと離婚届を持ってきた。耐えられないって、自分の親の時から家にいるより外に遊びに行く時間の方が10倍は長いのに、何を耐えることをしたんだろう。私には散々自分の親の面倒を見させたくせに、なんて自分勝手な人なんだろう。そう思うと急に何もかも馬鹿らしくなった。家事をする気も起きず、全てが適当になった。下の娘は家事を手伝ってくれたけど、上の娘は言われても家事一つしなかった。もうあんたも社会人なんだよ。22歳の時、私はあんたを身ごもって母親もやってたんだよと怠惰を叱った。そしたら娘がポツリポツリと話し出した。小一から常に一人で、学校から帰っても夜8時過ぎるまで誰もおらず、一人でチキンラーメンを食べて、一人でお風呂に入って、一人で歯磨きして、一人で寝てた。お母さんに、私のことをよくできた優秀なお子さんと褒める人がいた。お母さんは自慢だったんだろうけど、私は優秀であることがつらかった。学校では他の保護者から質問攻めにあった。なんで？どうして？あなたのお家は卒園式にも入学式にも来ないの？参観日まで来ないなんて捨てられた子なの？それとも拾われた子なの？あなた実はろくな生まれじゃないんじゃないの？うちの子に近づかないでくれる？運動会の日にも知らない保護者から囲まれてそう言われた。守ってほしかったお母さんは、介護と妹の面倒で来れなかった。8度の熱があっても学校に行かされた。風邪が治らないのを私のせいだと叱った。仮病だと言われたことが今でも辛い。私が今チキンラーメンを見ると吐くのは昔の思い出があるから。私がぬいぐるみをベッドに置かないと眠れないのは一人だと孤独死してしまいそうだから。私に一人前の人間を求めないで。妹みたいに娘の模範みたいな人間になるなら死ぬ方が楽。お母さんのことは好きだよ。一番頑張って、頼む今も一番辛いのも、私と妹の親権が取れなくて逃げられなくて誰より頑張ってたの知ってるよ。頭では分かっていても、気持ちでお母さんを助けたくても、体は動かない。この家を守ることなんて何もしたくない。みんないなくなっちゃえばいいのに。私はイライラして、それなら出て行けと言ってしまった。毎月お給料のほとんどを入れていた娘は、お給料を入れなくなって、翌年貯めたお金を元に出て行った。一人になったら、きちんと家事をしていた。3年前に、一度だけ、相続の話で家に入れてもらえたけど、とても綺麗だった。部屋を埋め尽くすほどあったぬいぐるみは、家には一つもなくて、きっと、あのぬいぐるみは、娘の心の盾だったんだと、今更気づいた。姉の失敗を妹にはさせまいと、下の子は、姉と違って子育てに専念した。そのせいで、下の子は、小4まで、一人でお留守番もできなかった。深くは考えていなかったけど、姉と妹の違いは、とんでもなく根深かった。妹は姉を見下しているし、姉は妹を別世界の生き物のように見ていた。一度、姉が妹をいじめていて、叱り抜いて、一晩外に放り出したことがあった。思い返せば、
小一の頃は約束を破るたびに外に放り出して家に入れなかった記憶もある。その頃の私は娘に手を挙げないためにそれが精一杯だった。妹が約束を破ったところでこんこんと理解するまで言い聞かせていた。それもよく思い出せばその間姉が家事をしていたからだ。私はとんでもないことをした。父親が家事も育児も手伝わない分、ずっと姉がその代わりをしていた。気づいて後悔して娘に何かしてやれるだろうかと思った矢先に末期がんだと判明した。数年お腹が痛かったが、介護のせいで自分の身にかまっている暇がなかった。娘を不幸にするためだけに人生を送ってきたんだろうか。妹には告げたが姉には告げずに行こうと思う。まさか自分が親より先に行くことになるとは。娘を不幸にした私に親不幸な結末は似合いすぎていて、神様の皮肉にヘドが出そう。